はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版。本日のテーマリクエストいただきました。子供が物を乱暴に使います。どうすればいいでしょうかということですね。それでは西荻フレンドリースクール講師、今度しんすけ先生、よろしくお願いします。はい、どうもこんにちは。はい。今年入ってから去年かいただいたメールなんですけれども、リクエストいただいたのでね、ご紹介したいと思います。ちょっと長かったので、こちらで少し省略したものをね、読みたいと思います。メールでいただいたのかな ?MT さんという方ですね。いつも子供が寝た後に YouTube 聞いておりますと、しんすけ先生に一つ質問があります。4歳になる息子が物を乱暴に扱うことをやめずに困っています。何かいい声かけはないでしょうかということでした。結構ね、なんかあんまりないのかなでも、割となんかおもちゃとかガシャーンってやっちゃうことがたまにいますよね。そうね、その子がなんていうか物をどれだけ大事にしてるかってところにもよると思うんだけど、特に男の子ねぶん投げていうことは多かったりするけど、なんか大事なものとかも結構乱雑に投げちゃったりねとかすること、あと人のものとか、でも正直ね自分のものはね僕はいいと思っても別に、だって自分のものだから困るのは自分だからね。そうだけど人のものとか、確かに保育園とか幼稚園とかでトラブルになってもね困りますしね、あとお店とかでね商品壊しちゃったりとかあったらまずいですもんね。だからね、なんていうか自分の大事なものとかをなんていうか壊されないように、投げるんだったらじゃあ自分の大事なものを投げてみてっていうとか僕なんかよく言っちゃうんですよね、やってる時には。それ投げ、でもねあんまね興奮中は無理なんだけど、ちょっと落ち着いてる時とかになんかちょっと暴れてものを無意識なのかなあの子たちは、やりそうになってる時とかは、それ例えば自分の大事なものとか多分持っといてっつって、それ投げてみてって、壊れると思わないっつって、自分の大事なものでも投げて壊していいんだったらやってごらんっていうふうに言ってみてね、そう伝えてみたりとかで、あとなんだろうな僕のものとか貸す時でも乱暴に扱い出したりとかしたら、じゃあ自分の例えば大事なものだったとしたらどう思うみたいな、それが例えば投げられて、俺が例えばね持ってきてあなたのものそういう投げたらどうよって、嫌じゃないっつって、同じ気持ちだからやめてくれないって、なるべくねやっぱね回数こなして言わないと分かんないから、1回言ってね1回言って分かんないから自分に置き換えてどうだったらどうっていうふうなことをねなるべく伝えるように、きれい事とか言っても全然通じないから、投げちゃいけないんですよとか言うけどね、もちろん。ただ時と場合によってはその大事なものはあなたの大事なこれと同じものなんだけど、それ投げるんだったら僕もそれ投げていいのって、多分壊れると思うけどいいのって、いうふうに聞いて、やってることはそういうふうな同じことだよっていうねことはなるべく教えていかないといけないかなっていうね。なかなかね自分の身に置き換えてみるとそれこそ想像ができないですもんね。だって経験がないから想像もできないっていうね。当然ね言葉でも言うけどね、そうやっちゃいけないですよとかやっちゃダメとは言うけど、いいタイミングのね時とかね、例えば一緒に遊んでる時とかね、そういう時とかにちょうど遊んでる大事なものがあった時の僕の自分のものとか壊されそうになったりとかぶん投げられそうになったりとか、乱暴にガンガン扱ってたら、じゃああなたのこの大切なおもちゃも僕はガンガン扱っていいのって。ちょっと振りしてみたりとかね、多分壊れるよって、っていうふうに自分のやってることっていうのを自分の身に置き換えて分かってもらわないと、脅してるわけじゃないんだけど僕は思ってるんだよっていうことはね、場合によっては伝えないと分かんないこともね。ただこれね興奮して怒ったりとかしたらね聞かないからね。なるほどね。じゃあなるべくちょっと落ち着いてるタイミングで言ってあげた方がいいのかしら。こういうことを伝えるのって落ち着いてるタイミングじゃなきゃ分かんないから。怒ってる時は怒ってる時にねそんなこと言ってる場合じゃないからね。興奮してるわけだもんね。でだんだんそれがもう無意識というかちゃんと体とか心に染みついてきた時に、怒ってる時でもそれが通じるようになってくるっていうふうになってくると思うから、そこは根気だよねっていう。そうですね。そんな感じ？はい。ぜひ参考にしてみてください。僕も参考にします。ありがとうございました。では、教室からのお知らせです。年明けフレンドリーは2週目ぐらいからかな。子育て幼児教育相談会、平日土曜日に行っております。体験授業も受付中。ぜひね、フレンドリスクで来てみてください。連絡先です。電話番号が 03-3390-0750 番。メールアドレスはご覧の通りです。はい。西荻フレンドリースクールでは引き続き幅広いテーマでお話をしてまいります。よろしければチャンネル登録、高評価もお願いいたします。あとは今日の MT さんの皆さんからのね、テーマリクエストも大歓迎です。何か気になることあったらメールでも YouTube のコメントでもお寄せいただければ幸いです。またチャンネル登録や高評価もぜひぜひよろしくお願いします。今日もありがとうございました。では失礼いたします。